皆さんこんばんは。サボテンです。ご無沙汰しております。ちょっと久々に、モデリング動画を投稿してみます。以前のメタセコイア動画も完結していないし、また投稿頻度も気まぐれになりそうですが、どうぞ生温かい目で、じっとりご覧ください。今回使う 3D ソフトは、マヤ、LT です。以前のメタセコイアから、3DS Max、T ブラシ、マヤ、と、仕事でいろいろ使ってきて、とりあえず今一番使ってるのがマヤなので、マヤです。でもマヤは、アホみたいに高いので、廉価版の LT を使います。お値段が、約6分の1ですね。普通のマヤとの違いは、モデリングするだけなら、あんまりありません。保存形式が違うくらいですね。これでモデリングやっていきますが、使っている機能は、他の 3D ソフトでもよくある機能が多いので、マヤ以外の方も、ご覧いただければ嬉しいです。あと、英語版です。日本語難しいねー。許してください、何でもはしませんから。これがマヤの画面です。操作方法は、こんな感じです。まず、長さの単位を、センチメートルからメートルに変更します。キャラ作るので、メートル単位の方が、わかりやすい気がします。すると、地面に表示されてる網目、グリッドが、一つ1メートルになります。グリッド表示は、ここで変更できます。グリッドを5個にしました。中央からグリッドの端っこまでが、5メートルになりました。あと、アンドゥー、やり直しの回数を設定しておきます。無制限だと重くなるし、200回くらいでしょうか。モデリングの下地となる、設計図を写す、板を作ります。ここ、アトリビュートの3つ目のタブ、10のところを1にします。オブジェクトに、マテリアルを貼ります。メタセコでいう材質ですね。ハイパーシェード。左上の窓の丸がマテリアルです。最初からありますが、最初からあるやつは使わない方がいいです。サーフェス。ボン。をクリック。名前つけて。カラーの右の四角クリックして、ファイル。イメージネームの右クリックして、画像選びます。オリキャラ作ります。ぶっちゃけ、前作ってたのと同じですね。色塗りましたけど。オブジェクト選択して、マテリアルの上で右ボタン長押し。アサインマテリアル、ブー、セレクションを選択。画像が表示されました。でも、なんか縦横のバランスがおかしいですね。なので、バランスを直すために、画像ファイルのプロパティを見て、画像の解像度を調べます。で、オブジェクトを選択した状態で、右端にある、アトリビュート、てとこの一番左のタブを選択。スケールに画像の解像度の数値を入れます。左から X、Y、Z の数値なので、X に横、Z に縦の数値を入れます。これでアスペクト比が、元の画像と同じになりました。で、モデルを作る前にちょっと。今のままだとパースがきつすぎるので、パース弱めます。左上のカメラアイコンクリックして、右端アトリビュートの、右のタブ。フォーカルレングスを、1000にします。パースが弱くなって、
ほぼ平行投影になりました。オブジェクト選択して F キーを押すと、それが画面操作の中心になります。この下地画像をモデリングしやすいように配置します。モデリングツールアイコンをクリック。これが選択モード。左からオブジェクト選択、頂点選択、辺選択、面選択、なんかよくわからないやつですね。で、オブジェクト選択状態からコントロールをしながら頂点選択をクリックすると、そのオブジェクトの全部の頂点が選択された状態になります。で、回転ツールアイコンダブルクリック、ステップスナップをアブソリュートにします。赤い X 軸をドラッグ、指定の角度ずつ回転するのでぴったり合わせられます。次は移動、ダブルキーを押すと移動ツールになるので矢印をドラッグして上に持ってきましょう。この辺ですかね。正面とか真横にしたいときは、ここの、ここをクリックすると、視点操作のメニューがウィンドウで表示され、いつでも視点の操作ができます。他にも視点操作の方法はいくつかあるのですが、それはいずれまた。で、正面の顔を中央に合わせます。とりあえず下のグリッドを目印に。これ、移動ツールの矢印が黄色になってる時に、中ボタンドラッグすると、その方向だけに動かすこともできます。この辺かな？アウトライナーを表示します。他のソフトでいう、オブジェクトパネル、みたいなものですね。オブジェクトは、ビューポートでも、アウトライナーでも、どっちでも選択できます。あと、移動もできます。ディスプレイを複数使ってる人は、分けておいても便利ですね。では、モデリング開始します。このオブジェクトを選択して、このアイコンをします。すると、これが、下地、として登録されました。地面というか壁というか、ここにポリゴンの面を貼っていきます。モデリングツールの下の方にあるクアッドドローをクリック。正面から点を置いていきます。4つ置いたらシフト押しながら真ん中をクリックすると面ができます。で、次は2個置いたらシフトプラス真ん中クリック。これで、面が作られました。オブジェクト選択時に、オルト押しながら H キーで、選択中のオブジェクトだけの表示にできます。こっちが表で、こっちが裏ですね。ちょっと背景が見づらいので、切り替えましょうか。オルトプラス B。シフトプラスコントロールプラス H で元の表示状態に戻ります。クアッドドロー、コントロール押しながらクリックで辺ができます。こっちもとりあえず鼻のとこまで。オルト H で単独表示。シフトコントロール H で戻す。
結構麺作りましたけど、まだペラッペラです。とりあえず下地の登録外して、横顔のも作ります。オブジェクト選択した状態で、コントロールプラス D。すると複製されるので、コントロール押しながら頂点選択にして、横向きに回転させます。オブジェクトがいっぱいあって見づらいときは、ここ押すと、半透明になります。頂点選択モードで、頂点を選択していきます。シフト押しながらで、追加選択できます。ただこれ、範囲内の選択を反転させちゃうという、変な仕様なので、Z 押すと戻る。大雑把に選択したいときは、シフトプラスコントロールプラスドラッグすると、全部選択できます。で、これを前に出す。ですけど、下地の位置が変ですね。頂点選択モードで、前に出しましょ。じゃあさっきの頂点を前に出します。コントロール押しながらで選択外す。半透明を解除しました。隙間を埋めていきます。辺を2つ選択して。ブリッジ。Qキーを押すと確定されます。横にもあろ。辺2つ選択して。コネクト。Qキーで確定。Qは選択ツールなので、何かした後は、常に選択ツールに戻すといいです。穴があるので、クアッドドロー。シフト押しながらクリックで、穴埋まります。鼻から上作ります。鼻の頭の辺を選択して、エクスプルード。いわゆる、押し出し、ですが、この状態でもう辺が押し出されているので、W で移動にして、移動させます。移動の時、矢印じゃなくて、この四角いのドラッグすると、この面に沿った移動ができます。この場合は YZ 移動ですね。で、もっかいエクスプルードしてから、W キーで移動。もっかい。とりあえず目のあたりまではできましたね。で、オルト H で単独表示にして、半透明解除。
変選択して、ブリッジ。中キーで確定して、もっかい。この辺とか、面や点もそうですが、連続したのを選択するときは、2個目をシフト押しながらダブルクリックすると、最後までまとめて選択できます。途中まで選択することもできます。で、ここ選択して、コネクト。Q で確定。この頂点くっつけたいので、頂点選択して。ターゲットウェルド。ドラッグしてくっつけます。クワッドドローで、シフトプラス真ん中クリックで、穴塞ぐ。とりあえず、これじゃあベコベコなので、頂点の位置を整えましょう。マヤは、デフォルトだと、一回選択してから矢印をドラッグ、とかなので、頂点を一度でドラッグ移動することができません。そこで、プリファレンスの、セレクション。クリックドラッグセレクト。にチェックを入れます。すると、一度のドラッグで連続して動かすことができるようになります。そろそろデコボコも直ってきたかな。オブジェクト選択モードで関係ないとこクリックすると選択が外れます。バキバキですね。オブジェクト選択して、コントロールプラス辺選択クリックで、全部の辺を選択。メッシュディスプレイの、ソフトエッジ。これで、ツルツルになりました。とりあえず、大雑把ですが、顔の半分、ほっぺたのあたりまではできました。今回はここまでですが、いかがだったでしょうか？本当に取っかかりだけですが、マヤの、難しそう、というイメージを和らげることができたら嬉しいです。ぶっちゃけ気まぐれなので、次回をちゃんと投稿できるかどうかもわかりませんが、もし次回がありましたら、よろしくお願いします。それでは、皆様、ご視聴ありがとうございました。バイチャー。